テレビが絶対に報道しない真実コロナと死亡報告副反応データ解析どうもこんにちは谷入です。今日のテーマはですね コロナワクチンと最新のデータ周りっていうところでですね、えー、分析していきたいと思います。今日の動画はですね、マジでやばい内容になってますので、ぜひ最後までご覧ください。で、この動画ですね、コロナ系の数値は全て、全てです。あの、一切残らず国公式の一時データのみを使用して検証していますっていうところです。なんでかっていうとですね、このチャンネルはそもそもワクチンに対しての賛成とか反対ではなくてですね、冷静に国のデータだけから事実を分析したときに、 どんなものが見えてくるのかと。 このコロナ社会の歪み、えー、もうデータではなくて感情によってもう動いてしまっているところをですね、まあ是正していくというか検証していくそんな番組っていうところです。はい。なのでですね、えー、ぜひですね、コロナ系とかワクチン系で悩んでいる人にですね、この動画をシェアしてあげてください。データのプロが厚労省や小官邸の公的データのみで分かりやすく解説してる動画があるよみたいな感じですね。あの、ぜひシェアしてみていってください。というころでワクチンとデータ周り早速ですね、解説していきたいと思うんですけれども、日本 日本の接種データ、最新の状況はどうなっているのかというところですね、まあ。オミクロンだなんだとか、3回目だ、4回目だ、5回目だみたいな、そんなことが言われていると思うんですけども、じゃあ実際に日本の接種状況、どんなものかというところです。 はい。こちらですね。首相官邸の、えー、接種データというところを持ってきてます。データの引用に関しては4月13日時点ですね。内閣官房の情報通信技術っていうところがですね、まとめているデータです。これですね、えー、全体で言うと、これまで、えー、全体で、もう日本全体で2億6260万回ぐらいのですね、ワクチンの接種が完了しているっていうところです。で、えー、1回以上の接種、全体で言うと81.2%です。 うち高齢者は92.8%、すごいですね。高齢者も1回以上接種している方は9割以上、2回目もですね同じように、全体でいうと79.7%、高齢者でいうと92.5%です。はいで今、3回目だ、4回目だ、言われているんですけど、実際に3回目の接種状況、最新データでいうと、全体が46.4%、えー、高齢者、65歳以上でいうと85.3%ていうところですね。なので、ね、日本国内でいうと2.6億回全体で突破します。 と。 高齢者の8割以上、まあ、85%が3回ブースターの接種も完了しているというところです。一つデータで気になるところで言うと、高齢者以外の全体っていうところがですね、ちょっとですね、1回目2回目と比べると、えー、下がりつつあります。疑問が出て始めてるのかなっていうところです。本来であると、えー、65歳以上が、まあ、先に接種券とか配られるので、65歳以上が85%いってる時にはですね、全体がですね、今まで1回目2回目は60から70%いってたんですよね。 なの,なので、全体が今46.4%っていうところなので、3回目接種する方っていうのが、ね、今、1、2回目に比べるとかなり少なくなっているような、そんなデータから印象を受けてます。じゃあですね ここが問題なんですけども、ワクチンと死亡報告に関してはっていうところですね、一番気になるところですよね、えー、死亡とか副反応とか、えー、一体どうなのこの人はこう言ってて、メディアではこう言ってて、国はこう言ってて、河野さんはこう言ってて、一体どうなのっていうところですね、これもですね、国のデータのみを使って、えー、全部を解いていきたいと思います。厚生労働省のワクチン分科会っていうところが出しているですね、最新版のデータっていうところで持ってきました。はい。 えー、厚生労働省が発表しているんです、ね、死亡者報告データというところです。これはです、ね、現場から上がってきた死亡報告というところなので、データ、まあ、原因の分析前というところですね。 2021年の2月17日から2022年の3月20日まで、ファイザー製モデルナ製、アストラゼネカ製のそれぞれの報告された死亡報告っていうところをまとめました。ファイザー製で1535件、モデルナ製で131件、まあ一番遅いですね、アストラゼネカ製で1件の死亡報告っていうところです。合計で今までですね、約1年間ちょっとで1667件の死亡報告が上がってるっていうところです。 じゃあですね、これ重要なのは、ワクチンとの因果関係に関してはどう発表しているのかというところですね。これも国の公式の発表です、えー。実際にこれ、ワクチンの死亡報告がされました。じゃあ、それが実際に本当にワクチンとの因果関係があるのかどうかっていうところですね、国が調べましたっていうところの公的なデータがあります。はい厚生、えー、労働省のですね、先ほどの分科会の公式資料から、えー、同じページにですね、あるんですけども、 ファイザー製に関しては、えー、死亡報告、えー、これまで1514事例を対象にしたところ、アルファ、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、0件。死亡との因果関係が認められないもの、9件。情報不足等により、ワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの、1505件っていう感じになってるんですよ。つまりですね、これ、 なんかよくわからないけど、情報不足で、ちょっと因果関係評価できません。ちょっとですね、あの、詳しくはわかりませんっていう状態のが、これ国の公式の発表データですよ。公式の発表データで1 5 0 500件っていうところです。じゃあ、モデルナ、えー、同じようにですね、因果関係否定できないもの0件、認められないもの1件、情報不足です、因果関係ちょっと評価できかねますねっていうのが119件というところです。アツラゼレン化性はですね、上から0件、0件、1件というところです。これまとめるとですね、 約99%以上の死亡報告、死亡症例っていうのが、情報不足なので評価できませんっていうのが、国の公式の発表なんですね。情報不足ですと。評価できません。これが、えー、厚生労働省の国の公式発表データです。何度でも言いますけど。で、ここで、えー、ちょっとですね、疑問になってくるのが、例えば、河野大臣、いろんな YouTube とかで、えー、言ってるんですよね。Twitter とかでも。ワクチンの死亡は今まで一件もないですと。 いろんなところで言ってます。一件もない。死亡は一件もないって言ってるんですけども、この一件もないっていうのは、約99%以上の死亡症例が情報不足なので、そもそも評価できてないんですよ。評価できてないっていうのが国の公式の発表ですと。なので、ニュアンスとしてはですね、ちょっと違うんですよね。えー、これですね、わかりやすく例えて言うと、例えば、職場で、 えーまあ、めっちゃブラック企業か会社かどっか分かんないですから職場でパワハラの報告が1667件約1年間ぐらいでありましたとで同じ会社で調査したけど情報不足のため、えー、もうなんか評価できませんでした99%ぐらいのパワハラ報告を、えー、99%評価できませんでした結果弊社にパワハラ1件もありませんでした って言われたらどう思いますかっていうところです。はい。なので、えー、評価できません。情報不足で評価できませんっていうのと、一見もありませんでしたっていうのは、ちょっとですね、全然ニュアンスが違いますよっていうところはですね、ここ留意点っていうところですね。で、これ重要なのは死亡報告って何に基づいてされてるかっていうと、現場の医者に基づいてやられてるんですよね。もちろん一般人の自主報告っていうところだったら、結構デマとか、なんでしょう、もう持って、なんか報告してやれみたいな、そういう人たちがいるかもしれないんですが、これ 医者からの報告書に基づいた、でそれのみのです、ね、死亡報告が上がってるっていうところですよ。それを99%評価できないですっていうところで、今、国っていうのは結論を出してるっていうのが今現状っていうところです。はい、なので、ここをです、ね、あの皆さんメディアだけ見てると、データがわからないので、あの印象だけで、ああ、そうなんだって思ってしまうんですけど、しっかりと国のデータを読み解くと、今こういう状況ですっていうところです。 らですね、よく聞かれるワクチンの一般認識というところですね、えー、これもですね、あ一般でです、ね、いろんなメディアとかでも報道されている内容なんですけども、日本人は1日平均で3000人ぐらいが亡くなってるんだから、ワクチン死亡はその中の一部でしょうと。 これは普通のデータ、普通のデータ、何も気にすることないよっていうのが結構ですね、いろんな著名人とか医者の方とかも言ってるんですね。じゃあ実際にこれ事実と感情論を分けて、データから、しかも国のデータのみを使って冷静に分析するとどうなるかっていうところですね。はい。まず厚生労働省のですね、人口動態っていうところを見てみたいと思います。はい。実際にですね、この人口動態を見ると、年間で138万人の日本人が死亡してます。つまりこれ365日で割ると、1日3783人が死亡してるっていうのは事実です。 はい、これは事実ですね。はい、で、じゃあですね、これ、インフルエンザとコロナワクチンというところ、実はですね、あの 診断フォーマットが統一されてるんですよあのインフルエンザのワクチンとコロナのワクチンの死亡報告、副反応のフォーマットって、実は一緒のものが、全く一緒のものが使われてます。これ、厚生労働省の定期の予防接種等により、副反応疑いの報告等の取り扱いについてっていうところで、インフルエンザワクチンとコロナワクチンはですね、共に予防接種法第12条第1項に基づき、報告フォーマットが一緒ですっていうところです。 じゃあ、これですね、先ほどのですね、1日平均で3000人ぐらい亡くなってるんで、えー、問題ないでしょっていうところをですね、インフルワクチンのデータからちょっと見てみたいと思います。はい。これ、インフルエンザワクチンの死亡報告です。つまり、因果関係、分析前のいろんなもの、もうとりあえずですね、全部がごっちゃ混ぜで報告されてるものです。はい。 これ、えー、厚生審議会のワクチン分科会で発表されているものなんですけども、2018年5200万回分ぐらいインフルワクチン接種されて3件。2019年は同じぐらいで5件。2020年で3件というところなんですよ。で、これ見てください。はい。これ、因果関係分析前の先ほどのコロナのワクチンと一緒の因果関係分析前の生報告データですよ。これ2つだけ見てもですね、こんな差があります。はい。 上、新型インフルエンザワクチンですね、えー、約6547万回のうち3件の死亡報告。コロナワクチンに関しては約2.6億回のうち1667件の死亡報告というところです。これ、国のデータに基づいたただの事実です。じゃあ、これ、あれっていうところを見ませんかと。はい、実際にですね、じゃあ、えー、この新型インフルエンザワクチンも、えー、突然死とかが含まれているんでしょって。で えー、その論がですね、通用するためには、この新型インフルエンザワクチンの現場の生の死亡報告も400人から500人ぐらいになってないと、つじつま合わないんですよね。はい、なので、えー、今回のコロナワクチンは1日3000人ぐらいが死亡してるから問題ないでしょ、通常でしょっていうところを言うためには、 このインフルエンザのワクチン、同じフォーマットを使ってえ、同じ状況下で報告されているインフルのワクチンの死亡報告も、ここ400から500人になってないと説明がつかないんですよね。はいなので、よく聞かれるワクチンの一般認識、日本人は1日平均で3000人ぐらいだから亡くなってるんだから、ワクチン死亡はその中の一部でしょこれは普通のデータっていうのをですね、えー、データから冷静に見ると、これはですね論がですね成り立たないっていうところです。はいなので、えー、皆さん、ですね医者の言うことは何か正しいんだろうとか。 よくですね、あのーまあ、イメージとしてあると思うんですけど、医者っていうのはですね、ただ対処療法の専門家なんですよ、データ読めないですと、でえ今回のコロナのワクチンとかコロナについて、えそれについて研究している医者って本当、皆無なんですよね。 なので、実際に国のデータ、それをしっかりと調べて分析して、今までのデータと比べるとどうなのかっていうのを検証しないと、これ、事実っていうのは分かってこないっていうところですね。じゃあ、今回のコロナのワクチン、副反応や発熱はどうなっているのかっていうところです。 これもですね、厚生労働省のワクチン分科会のデータから持ってきました。ファイザー、これまで2月17日、去年の2月17日から2022年の3月22日まで2.8万件、重篤6067件、モデルナ4526件、重篤855件、アストラデナカ16件、重篤が11件というところですね。合計副反応3万2688件、重篤6933件というところです。 で、えー、厚労省がですね公式 YouTube チャンネルで,ですねここら辺の副反応のデータとかをまとめています。どういう副反応があるのかっていうところですねはい 1%, パ1から10%の方は吐き気、おう吐、10から50%筋肉痛とかえ、えー、で50%以上の方が摂取部位の痛み、疲労、頭痛 えっていうところがありますつまり、打った2人に1人以上は摂取部位の痛み、疲労頭痛とかそういうのがありますと10%から50%はおかん関節痛、下痢、発熱そういったものがありますっていうところです。これすごいですよね。つまりですね、打った2人に1人は必ず何かしらの発症をするっていう副反応があるっていうところです。 で、これも同じ厚労省のデータなんですけども、えー、ファイザー製はですね、1回目に発熱しなかった人で、えー、2回目接種が発熱する人は40%。1回目に発熱する人はですね、約70%が発熱すると。えー、モデルナに関しては、1回目に発熱しなかった人、2回目は約80%も発熱しますと。1回目で発熱した人は、えー、約9割はもう発熱しちゃいますよっていうところです。なので、えー、今回のですね、 いろいろワクチン周りでもう皆さんツイッターとかいろんな SNS でもいや副反応が副反応がっていうのを叫んでたと思うんですけども法的データから見てもですね約ですねかなりの割合っていうところで副反応は出ていますよっていうところですはい最後でですねこれは重要なデータなんですけどもコロナの年間の死亡者数っていうところですねはい えこれ2019年の周りのところを持ってきているんですけれども、がんで年間37万人、心疾患20万人というところです。もちろんの食べ物の窒息死8379件、新型コロナウイルス8588件というところですね、年間に感染すると。なので、実際にこの死亡者のデータと実際のイメージというところですね、やっぱ怖い怖い怖いイメージというのはメディア先行するので、えー、怖い怖いってそれあるのは仕方ないんですけども、そろそろデータを見てえ何が起きているのかというのを 実際に検証していくっていうのが必要かなと思います。はい。ということで、今日の分析テーマ、コロナワクチンのデータ,、えー、データっていうところですね。はい。ぜひですね、このチャンネルでですね、えー、シャドー版中の可能性があるっていうところで、チャンネル登録をしておいてください,、はい。はい。ということで、今日も動画を撮っていきました。ダニエルのオフトーク部屋というところで最近始めたんですけども、つ、え、い、ー、にですね、中村さん、あの元厚労省のですね中村さんとの対談が復活しました。 はい、あのー、昨日撮ったんですけれども、またですね、あのー、動画をアップしていきたいと思います。結構ですね、やばい内容でした。何かっていうと、まあ、そういう PCR とか、えー、コロナのワクチンとかもそうなんですけども、今の尾身さんと WHO と厚生労働省とか国の、なんかどういう関係値にあるのかみたいな、あこれは確かに内部の人じゃないと知れないなみたいな、あのー、ど内容だったので、ぜひ楽しみにしておいてください。はいということで、今日もありがとうございました。